極楽菊池寛剣士室町姉屋小路下がる染物執会所大宮宗兵衛の老母おかんは文化2年2月23日67歳を一期として卒中の君で突然ぶっこした。穏やかな安らかな往生であった。連れ合いの先代宗兵衛に死に別れてからおかんは一日も早く往生の本懐を遂ぐる日を待っていたと言ってもよかった。ことに連れ合いに別れてからは日も夜も足りないようにお西様へお参りをしていたから、その点では家内の人たちにさすがはと感嘆させたほど立派な大往生であった。信仰に凝り固まった老人の常としてよく嫁いじめなどをして若い人たちから早く死ねよがしに扱われるものだが、おかんはその点でも立派であった。おかんは浄土に対する確かな希望を抱いて一家の心からの嘆きのうちに安らかな往生を遂げたのである。死に方としてはこの上の死に方はなかった。死んでゆくおかん自身でさえだんだん消えてゆくさぎりのような取り留めもない意識の中で自分の往生の安らかさをそれとなく感じたくらいである。おかんにとっては初孫で今年11になるお年の絶え間もないすすり泣きの声が初めは死にかけているおかんの胸をも物悲しくかき乱さずにはいなかったが、おかんの意識がだんだん薄れてくるに従って最愛の孫娘の泣き声も少しの実感も引き起こさないで、魂を長い眠りに誘う子守歌か何かのようにしか聞こえなくなってしまっていた。枕元の雑音がだんだん遠のくと同時に、それが心よい小鳥のさえずりか何かのように意味もない音声に変わり、そのうちに鐘の音がいつとはなく聞こえてきた。そしてその音も少しずつ低くなっていった。感じられないほどのわずかな差でだんだん衰えていって、いつしか消えてなくなってしまったと同時に、おかんの現世に対する意識は煙のように消失してしまっていた。再びほんのりとした意識が帰ってくるまでに幾日経ったか、いくつ経ったか、それとも幾年経ったかわからなかった。ただおかんが気のついた時にはそこに夜明けとも夕暮れとも昼とも夜ともつかない薄明かりがぼんやりと感じられた。右を見ても左を見ても灰色の薄闇がそうそうと重なっていた。足元にも汚れた古綿のような闇があった。それを踏んでいるおかんの足が何か確かな底についているのかどうかさえ彼女にはわからなかった。ただ行く手にだけは右や左や上下などよりももっと明るい薄闇があった。ほのぼのとした光明を包んだような薄闇があった。とうとう冥土へ来たことだけははっきりと意識されたが、極楽へ行く道だろうか地獄へ行く道だろうかとおかんは歩きながら疑ってみたが、そうした疑惑はふと足を止めた時などに線香のように頭をかすめるだけで、この道が極楽へのただ一つの道であることを信じていた。長い長い道であった。それと同じように長い長い時であった。薄闇の中には昼も夜もなかった。距離で測ることはできなかった。時で測ることはなおさらできなかった。ただ一生懸命に長く長く歩いたという記憶だけがあった。まあ、不思議に足も腰も痛くない。いくら歩いたかもまるっきり見当が立たなくなってしまった。
背後を顧みると累々とした闇が重なっていくが、前途だけにはほのぼのとした光があった。どんなにこの道が長く続いても、いつかは極楽へ行けるのだ。連れ合いの祖兵衛にも10年ぶりに顔を合わせることができるのだ。そう思うとおかんは新しい力を感じてきて、老いの足に力を入れて懸命に歩き続けるのだった。闇とも雲とも土ともわからない道の上で、何日経ったかもわからない、いや日を数えるのではなく月を数えてもいくつ経ったかもわからない、いやもう 1、2年も経っているのかもしれない。歩きながらそんなことを考えたほど、おかんは歩き続けた。長い長い道だったが、おかんは勇気を失わなかった。こう根よく歩いているうちに、いつか極楽へ着くのに違いない、そうした望みだけは決して失わなかった。おかんのそうした望みはとうとう実現する時が来た。そうなるまで幾十里歩いたか、幾百里歩いたか、それとも幾千里という長い道を歩いたかわからなかった。とにかく行く手のほのぼのした闇が、ほんのわずかずつ薄髪を剥ぐようにわずかずつ白み始めてきた。おかんは足を早めた。老いの足の続く限り一山に歩き続けた。一歩は一歩ずつ闇が薄れた。闇の中に乳白色の光があふれるように変焼するのを感じた。はじめは不透明であった光がだんだん透明になっていくと、それがとめどもなく明るくなっていって、日輪月輪の光をつきまぜたよりももっと強い光の中に、おかんはふらふらと立っている自分を見出したのである。気がつくと、自分の立っているところから一丁ばかり向こうに、お西様の勅使門を10倍にもしたような大きさの御門が立っていた。おかんはその門がきっと極楽の入り口だと思ったので、急いで行ってみると、門の扉は八文字に開かれていた。おかんはおずおずとその大きく開かれた御門の中に入った。中のありさまはありがたいお経の言葉と寸分たがっていなかった。すぐ眼前に広がっているのは七宝池の一つに違いなかった。水晶を溶かしたような水が岸を浸してたたえている。しかも美しい水の底には一面に金舎が敷かれて、降り注ぐ空の光を照り返している。水を切って車輪のように大きい深紅や切迫のレンゲがチクチクと生えている。宝珠の枝から枝へと飛び交っているいろいろさまざまな鳥は、白鋼、クジャク、シャリ、カリョウビンガ、グミョウなどの鳥であろうと思った。おかんは極楽を一目見ると、嬉しさに涙が止めどなく流れてきた。極楽に王子を教えた身の家宝が嬉しくてたまらなかった。もし新人が薄くて地獄へでも落ちていたならば、今頃はどんなであったろうと思うと、思わず体がおののき震うのを感じた。おかんは感極まって、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と幾度も繰り返した。その声に応ずるように阿弥陀如来が忽然として出現し、おかんは御仏に手を取られて、夫宗兵衛の座っている蓮のうてなへと導かれた。おかんは耐えて久しい夫の姿を見ると、うわっと嬉し泣きに泣きながらすがりついた。まあ不思議に宗兵衛はあまり嬉しそうな顔をしなかった。お前も来たのか。
というような表情をしながら座を滑って、おかんのために半座を分けてくれただけである。それでもおかんは落ち着くと、夫と死に別れてから後の一部始終を話した。当代の宗兵衛が家業に精を出すことやら、嫁のおふみが自分に親切にしてくれたことやら、孫娘のおとしが可愛くて可愛くてたまらなかったことなどをくどくど話し続けた。そうしてシャバの話が何日となく続いた。一家の中の話は幾度も繰り返し話した。知人や親類のことも幾度も話した。擬音や京極の変遷なども話した。火燎瓶河が歌っている空の下で、おかんは積もる話を心のままにした。宗兵衛も面白そうに聞いていたが、幾日も幾日も話しているうちには大抵の話は尽きてしまった。おかんは話が絶えてしまうと初めて落ち着いて、極楽の風物を心から楽しもうとした。どこを見ても三千たる光明が満ち満ちている。空からは飄飄たる天楽が不断に聞こえてくる。おかんは公然としてそうした風物の中に浸りきっていた。楽しい日が続いた。暑さも寒さも感じなかった。色敷きの欲もなかった。百八の煩悩は夢のように心の中から消えていた。極楽の空が朗らかに澄んでいるように、心の中も朗らかに澄んでいた。本当に極楽じゃ。針でついたほどの苦しみもないと、おかんは宗兵衛の方を顧みていった。まあ、宗兵衛は不思議に何とも答えなかった。同じような日が毎日毎日続いた。毎日毎日春のような光が空にあふれている。澄み渡った空をクジャクやシャリが美しい翼を広げて舞い遊んでいる。シャバのように悲しみも苦しみも起こらなかった。風も吹かなかった。雨も降らなかった。レンゲの一ひらが散るほどの変化も起こらなかった。おかんの心の中の木山では5年ばかりも蓮のうてなに座っていただろう。いつまで座るんじゃろう、いつまで座っておるんじゃろうと、おかんはある日ふと宗兵衛に聞いてみた。それを聞くと宗兵衛はちょっと苦い顔をした。いつまでも、いつまでも、いつまでもじゃと宗兵衛は吐き出すように言った。そんなことないじゃろう。10年なり20年なり座っとるとまた別な世界行けるんじゃろと、おかんは腑に落ちないように聞き返した。宗兵衛は苦笑した。極楽より他に行くところがあるかいと言ったまま黙ってしまった。そう聞かされてみると、おかんにも宗兵衛の言っていることが本当であることが分かった。御門跡様のお話にもお寺様の話の中にも極楽以上の世界があることなどはまだ一度も聞かされたことがなかった。もう自分たちも仏になっている以上、それより他になりようはないのだと思った。また5年ばかりの間、おかんは楽しく暮らすことができた。なんといっても苦労の少しもないのが嬉しかった。微妙な天楽の響きに耳を傾けていても1日ぐらいは退屈しなかったが、5年ばかり経った時に、おかんはまた亭主に聞いてみた。いつまで座っとるんじゃろ、いつが来たら変わったところへ行けるのじゃろ。いつまでも、いつまでも、いつまでもじゃと、宗兵衛は5年ばかり前と
同じように苦い顔をして答えた。おかんは亭主が不快そうな顔をしたので少ししょげたまま黙ってしまった。また2年か3年過ぎた。毎日同じような平和な無事な楽しい日が続いた。おかんは一日ぼんやりと暮らしたが、初めて極楽に来た時のように七重の宝珠を見てもあまりありがたいとも思えなかった。花柳瓶が泣いているのを聞いてもあまり微妙だとも思えなくなった。が、娑婆にいた時のような悲しみや苦しみは少しもなかった。そのうちにまた五年ばかりの日が経った。いつまで座っておるんじゃろう、いつまでこうして座っておるんじゃろうと、おかんは久しぶりに宗兵衛に聞いてみた。くどい、いつまでも、いつまでも、いつまでもじゃと、たださえ無口になっている宗兵衛は無愛想に言ったまま瞑目してしまった。無事な平穏な日が5年たち、10年たち、20年たち、30年たった。もうおかんが極楽へ来てからも50年近くの日がたった。最初はあのように荘厳美麗に感じられた七重の行事も何の感銘をもおかんの心に与えなかった。花柳瓶河の鳴き声ももうこの頃ではうるさく耳に突き出した。50年近くもの間お毎日同じものを見ているので見るものにも聞くものにも飽いてしまったのである。ほんまにいつまでもここに座っとるものかしら。100年か1000年か座り続けたらどっか別なところへ行けるんではないかしら。もう何十年ぶりかにおかんはそんな疑問を宗兵衛に聞いてみた。その宗兵衛の顔さえ年が年中ごすんと離れないところにあるのでこの頃はなんとなく鼻につきかけている。くどい、いつまでも、いつまでも、いつまでもじゃと宗兵衛は何十年か前に言った答えを繰り返した。物憂い倦怠がおかんの心を襲い始めた。娑婆にいる時は新人の心さえ固ければ未来は極楽浄土へ生まれられるのだと思うと一日一日がなんとなく楽しみであった。娑婆から極楽へ来るまでのあの気味の悪い薄闇の中を通る時でさえ未来の楽しみを思うと一刻でさえ足を止めたことはなかった。ところがその肝心の極楽へ来てみるといかにも苦も悲しみもない。平穏な無事な生活が永遠に続いていくのである。がおかんには今日と同じ日がいつまで続くかと思うと立ってもいてもたまらないような退屈がひしひしと感じられるのであった。な、おかんが退屈しようがしまいがお構いなしに同じような平穏な平和な光明の満ち溢れた日が毎日毎日続いた。それからまた10年も経った頃であった。その頃になるとおかんと宗兵衛とは片身代わりにあくびばかり続けていた。ある日のことおかんはふと気がついたように言った。地獄はどんなところかしら。おかんにそう聞かれた時宗兵衛の顔にも華やかな好奇心がとっさに動くのが見えた。そう、どんなところだろう。
恐ろしいかもしれん。まあここほど退屈はしないだろう。そう言ったまま宗兵衛は黙ってしまった。おかんもそれ以上は話をしなかったが、二人とも心の中では地獄のありさまを各自に想像していた。また5年たち10年たった。年が経つにつれておかんは極楽のすべてに飽いてしまった。50年70年の間蓮の花びら一つ落ちるほどの変化さえなかった。彼らがまだ見たことのない地獄の話をするときだけ彼らは不思議に緊張した。各自の想像力を極度に働かせて血の池や剣の山のありさまをいろいろに話し合った。こうして二人は同じ蓮のうてなに未来永劫座り続けることであろう。彼らが行けなかった地獄の話をすることをただ一つの退屈紛らしとしながら、